アテリオセフェリノ・ガルシア・ペレスはアルゼンチンを呼びウルグアイのサッカー選手。ポジションはストライカー。ウルグアイのサッカー史上2番目の得点記録を持つ。1938年から1951年までナショナル・モンテビデオでプレーした。ガルシアはナショナルに加入する前アルゼンチンの CA モレノ プラテンセ、ボカジュニアーズに短期間在籍した。ナショナルでは、得点王最多獲得記録、最長連続得点王記録、CA、ペニャロールに対する最多得点記録、ペニャロールに対する1試合での最多得点記録を含む数多くの国内記録を打ち立てた。ナショナル在籍中に、クラブは8度のリーグチャンピオンを含む25のタイトルを獲得した。ガルシアは、 リーグの得点王に8度輝いた。ナショナルを離れた後、ラシンクラブでモンテビデオとミラマールミシオネスで、それぞれ1シーズンずつプレーした。1953年の引退後もウルグアイに居住し続け、1973年にモンテビデオで死去した。ガルシアとナショナルの残りのフォワード人。ガルシアは彼らとリーグ5連覇を果たした。ありがとうございます。